高岡市竹平記念体育館は、富山県高岡市早川に所在する、市営体育館である。三協アルミニウム工業創業者の竹平正太郎の提唱により、同社の福利構成、地域貢献の一環として1996年3月に、三協アルミスポーツセンターとして完成した。こうした経緯から三協、立山ホールディングスの本社に隣接しており、 高岡市営となってからも、竹平の名が冠されることとなった。高岡市は、同志古城の高岡古城公園内にある高岡市民体育館の老朽化に伴い、同志に使の高岡スポーツコア内に新体育館の建設を計画していた。しかし、財政難などから新体育館の建設に、目度が立たないため同スポーツセンターを譲り受けることを決定。 2005年8月31日に事業主体が市に移り、現名称に解称、10月11日より市営体育館としての教養が始まった。2000年と山国体では市民体育館、高岡工芸高校、高岡商業高校などとともにバドミントン競技リハーサル大会の会場として使用された。竹平は同競技の会場となることも想定して、 東大育館を建設したが、本会場として使用されることはなかった。現在は、BJ リーグ、富山グラウジーズの主催試合が年に数回開催されているほか、各種スポーツ大会の会場として利用されている。ありがとうございます。